タリー・ハン・タラの戦いは、継続戦争で起こった戦い。フィンランドとドイツの援軍はこの地域でソ連軍と激突した。スカンジナビアシズイーチの大戦闘である。フィンランドはソ連側に3倍以上の被害を与え、カレリア地境でのソ連軍の進軍を停止させた。詳細は、継続戦争を参照1941年6月。 フィンランドは継続戦争開始とともにカレリアの給料を奪回し、それ以降は進軍を停止した。ソ連とフィンランドの間での戦闘は昇降状態になっていた。しかしながらソ連がレニングラード包囲戦で勝利するとスタッフカはフィンランドへの反転攻勢を決定し、軍にビボルグなど給料奪回とフィンランド軍の駆逐を命じた。カレリア地境でソ連が 構成に転じたのは連合軍がノルマンディ上陸作戦を始めた1944年6月9日のことであった。この地域で守備を行っていた部隊にさらに多くの部隊を補充し合計3個軍団をフィンランドへの構成へ向けた。ソ連軍は砲撃や爆撃を絡めた全面での強い攻撃によってフィンランド軍が前線で構築していた主防衛戦を バルケアサーリ付近での戦闘で1日で突破。フィンランド軍は第2の防衛戦線、VT 戦へと撤退。シーラン巻きで防衛線の保持を試みたものの、クーテルセルカで敗北し、ソ連軍の圧倒的かつ巧みな攻勢の前に防衛線を破られ、さらに後方の VKT 戦への退却を余儀なくされた。VT 戦を放棄するまでにかかった時間はたった1週間であり。 さらに6月20日、フィンランド軍は VKT 戦の後部にあったフィンランドのことビープリ、ロシア語で言うビボルグを脱回された。ソ連はビボルグを脱回したことで構成の第一目標を遂げた。たったの10日ほどでソ連軍は第一の軍事的目標に達したのである。フィンランドはこれまでにも講和を求めていたが、6月21日に再度講和を求めた。しかし、 ソ連は無条件降伏以外の要件では交渉につかないと通告した。さらに、フィンランドの講和の動きに対しドイツは外務省リッペントロップを6月22日に派遣し、フィンランドがドイツの支援ある限り戦い続けるように圧力をかけた。フィンランドはこれを飲まざるを得ず、フィンランドの大統領リストリティはこれを個人として受け入れた。6月21日、 スタッフ家は攻勢を行うレニングラード方面軍に勝利の予勢を買ってタリー近郊で VKT 戦を越えサイマー湖に進展、フィンランド軍を壊滅させるように命じた。ソ連軍はフィンランドに抜けるためにタリーハンタラ方面に集結した。この地帯は多くの湖、運河などが存在し、カレリア地境からフィンランド側に出る道のうち、 ほぼ唯一機構部隊が通れる要衝であった。当然、フィンランド軍の激しい抵抗が見込まれたが、スタッフカはこの難所を突破すれば残る戦闘は戦場に広がるフィンランド領で行われるため、兵力の多いソ連軍がフィンランド軍を押し込むことは難しくないと考えた。このため、レニングラード方面軍の多くをこの地帯に投入して一気に突破を図った。スタッフカは この突破を6月28日までに終え、フィンランド戦線を片付けた後、主力をドイツ戦線のバグラチオン作戦に向ける予定であった。一方、フィンランド軍は、あらゆる地方から動員できる軍をすべてかき集め、VKT 戦に集結させつつあった。この地域が戦力を集中して、防衛に当たれる最後の場所となっていた。フィンランドは6月12日にドイツに助けを求め、 16日、ドイツ空軍部隊クールマイ戦闘団がフィンランドに到着していた。また、大体規模の第303突撃砲旅団、さらに第122不評士団も到着した。さらに、ドイツから物資、さらに不足していたパンツァーファウストなどの対戦車兵器も支援として送られてきた。メッサーシミット BF-109-33 機。 ブルースターバッファロー18機その他238機の戦闘機1機の偵察型フォッカー CX、ブリストルブレニム33機、ユンカース1八十8 12機ドルニエード17、Z 爆撃機8機第30新鋭軍団第45、63、64新鋭狙撃士団、第97軍団、第108軍団、第109軍,軍団、第110軍団第46、 72,90,109,168,178,265,268,286,314,358,372狙撃士団フィンランド軍の防衛戦。VKT 戦は3本目の防衛戦だった。タリー・ファンタラの戦いは、ビボルグから8から 14km 東北の、 ビープリ湾の北端に流れるブオクシ川沿いの町、タリとイハンタラ近縁のとても狭い区画で行われた。ソ連軍はビープリ東部の地域に集中、南にあるタリを通り過ぎ、北のイハンタラに進攻する途中であった。ソ連軍の取った進路は小さな湖と東のサイマー運が西のブオクシ川に狭められて折り幅 10km 程度であった。ソ連軍はこの部分を一気に突破。 フィンランド軍の後ろに回り込み包囲壊滅させる計画であった。6、20から6、24、編集タリーハンタラ近郊で戦闘が始まったのは6月20日である。ソ連軍の初回の構成は6月20日から24日にかけて行われた。フィンランド第6、第48連隊、28独立大隊からなる、第18師団、4個大隊からなる、第3旅団、 スウェーデン号ア社からなる第13連隊に対し、ソ連軍はソビエト第97軍団、第109軍団、第152戦車師団が攻勢を行った。フィンランド軍は猛烈な砲火と爆撃を耐え、援軍が到着するまでの間強固に抵抗し、ソ連軍を追い返した。しかしこれは前哨戦に過ぎなかった。6、25から6、26。 編集ソ連軍は二次攻勢から主力を投入し始めた。この攻勢からソビエト第30防衛兵団も攻勢に加わった。攻撃の主目標はイマトラ・ラッペイ・ランタ・スール・パーラを結ぶ線であり、28日までに攻勢を終える予定であった。攻勢が始まったのは6月25日の6時30分である。攻勢から1時間かけて、シゲノホ 榴弾砲などによる攻勢準備砲火を行った。砲撃後、ソ連軍主力がタリから攻勢を開始した。ソ連軍は、レーティモヤルビの両岸から、フィンランドの戦線を突破することを試みた。東岸の攻撃は 3km 進んだ場所で、フィンランド第4師団との戦闘によって足止めされた。東岸での戦闘の一方、西岸のソビエト第45親衛師団と、 第109軍団はフィンランド第48連隊の防御するコンカランブオーレにはまり込んだもののソ連第27戦車連隊から派遣された戦車がポルティンホイッカ交差点まで道を押し進んだソ連軍はソビエト第178師団と共にフィンランド第6師団第一大隊が守備するさレラ境地を横切ったがここでもフィンランド軍の噴戦によって退けられた ソビエト第97軍団はフィンランド第3旅団の守備している地域を攻撃したが、少ししか前進することはできなかった。戦いの中、フィンランド軍部隊は戦線を分断され包囲される危険性が高まり、形勢は著しく危うくなった。包囲の危険性のため、フィンランド第4軍団は退却し、VKT 戦に穴が開いた。 ソ連軍はこの防衛線の穴にめがけて進軍してきたが、フィンランド側は後方で待機していた第18師団、第17師団の一部、第4師団の残存兵力を投入して反撃を行った。午後に入ると、フィンランド唯一の機構師団がこの戦闘に投入され、ソ連軍の兵力をレーティモコ西岸の進出前の位置までに押し返した。 ソビエト第27機構連隊は、この攻撃でチリジリになり、括弧撃破され全滅した。この戦闘で、フィンランド軍はソビエト第27機構師団から6両の戦車を露革した。6、27から6、30、編集同盟国であった、ドイツの援軍ドイツ第303突撃砲部隊27日に、始まった第3次攻勢ではドイツ第303突撃砲部隊と共に、 多くのフィンランド軍が増援に到着した。フィンランド軍部隊は戦闘で配置がバラバラになり、集中した組織防衛が難しくなっていたため、フィンランド軍は兵を、病力ン戦闘団と、プロマ戦闘団の二組の戦闘団に再編した。一方ソ連軍は増援としてソビエト第108軍団を参加させ、兵力全体として、合計1機構手段、2機構突破連隊、4個。 狙撃兵連隊を含むことになった。フィンランド側は戦闘の主導権を取り戻そうと試み、レーティモコ東部の防衛線を破って進出した第46新鋭師団、第63新鋭師団、第64新鋭師団、第268師団、第30新鋭戦車両団からなる、ソビエト。これらの部隊を3つに分断して、フィンランド軍得意の持って戦術に持ち込もうと、試みたのである。 分断のために進むプロマ、ビョルクマンの両戦闘団は、お互い 1km ずつの位置まで進軍したが、包囲を閉じようというところで、タリ製粉所近くで、全周囲に防御体制を引いたソ連軍に猛烈な反撃を受けた。いくつかの戦車戦も行われたがこうそうすることはなかった。フィンランド軍の攻撃が失敗したのは、ソ連軍の戦車途方の集中運用による強固な、 反撃が理由であり、また、両戦闘団間の連絡が戦闘の途中で失われたことも大きい。戦闘団を率いたプロマワ戦後、この包囲失敗を一番後悔していると述べている。しかし、この攻撃によって、フィンランド側は、防衛に72時間の猶予をもたらし、後方に配置されていた、フィンランド第6軍と第11軍が到着する時間を与えた。十八日には、 フィンランド航空軍やドイツのクールマイ部隊がソ連軍の隊列を攻撃した。ソ連空軍も第276爆撃機師団を用いてフィンランド機構部隊を空爆した。フィンランド軍司令部はバッキライ・ハンタラコ国コ,コセルカのスクアンセルカまでの撤退を命じた。しかしフィンランド部隊は退却途中でソ連に追撃される。6月29日は戦闘を通じて フィンランド軍の損害が最も大きくなり、敗北に近い状態まで追い込まれた。フィンランド軍は編成を再度再編した。しかし、その後も血みどろの戦闘が続き、6月30日、フィンランド軍はタリから退却。この7月1日と2日の遅延防衛による戦闘で、フィンランドは1日あたり800名の損害を出した。フィンランド軍の砲兵カレリア地境で、 作戦中のクールマイ戦闘団、イハンタラ村近郊での戦いは7月1日から始まり、この地域の戦闘にフィンランド軍は保有する方の半分以上を集中させた。フィンランド機構士団もイハンタラで集結、さらにドイツ第303突撃砲連隊もこの地区に集まっていた。また、ドイツから提供されたパンツァーファウストなどの対戦車用兵器も用意されていた。 7月2日、フィンランド軍はソビエト第63師団と第30機構師団のの無線を傍受し、次の攻撃が7月3日4時に行われることを察知した。翌朝、ソ連の攻撃予定時間2分前に、フィンランド軍機40機とドイツ軍機40機が準備中のソ連軍を爆撃し、フィンランド軍は250門の方で4000発の砲弾をソ連軍に叩き込んだ。 同日6時、200機のソ連軍機の爆撃の後ソ連軍はフィンランド側に進攻を開始した。しかし、19時、フィンランド兵は元の戦線を取り戻す。違反たら近郊で行われた集中砲火はフィンランド史上最も激しいものだった。砲撃にあたっては、フィンランド軍砲兵大将のビルホペッターネノネンの考案した的確で迅速な目標変更と、 砲撃一修正を容易にする砲火修正ドクトリンが用いられた。この戦闘で今まで防衛に回っていたフィンランド軍はソ連兵に一気に砲火を集中させソ連軍の戦法を粉砕した。SP プラトノフ中条によって記されたビトバ・ザレニングラード1941-1944にはこう記されている。ソ連軍の計画した攻勢は再三再始失敗した。 勝利のために。敵軍は意味のある、固い守備と我々への反抗で成功していた。この構成は6月21日から7月半ばの3週間で終わった、レニングラード方面軍右翼部隊の勢力は6月21日に最高司令部から発布された任務の遂行に失敗したのだ。7月6日、フィンランド第6師団は18の砲兵大隊1個。 砲兵中隊による砲撃で防衛を行ったにも、かかわらず、ソ連軍はいくつかの成功を収めた。しかし、翌日ソ連軍は反撃を受け押し戻され、13時からの攻撃、19時からの攻撃でも進軍することはできなかった。7月7日、ドイツ戦線で行われているバグラチオン作戦のためソ連軍の構成主力はブオクシに退転し、 状況の良い兵力をナルバの戦いに向け、エストニア方面へと移動させ始めた。7月9日以降もいくつかの戦闘が行われた。ものの、9日、以降ソ連軍はこれ以上の戦線の突破を試みることを諦めた。時を同じくして、7月4日、ソビエト第59軍はビープリワンに浮かぶ島図体にビープリワンに強襲上陸を行った。しかしこの攻撃は、 フィンランド本土で、フィンランド第5軍に配属された、ドイツ第122師団との戦闘で海に追い落とされた。7月3日に、ソ連軍がイハンタラ近郊で敗北した後、ソビエト第23軍は、ブオクシ側を渡って、ブオサルミに攻撃を行った。しかし、これも3個師団を渡過させながらもフィンランド第2師団の反撃に遭い、失敗した。 その後もソ連軍は7月21日に至るまで突破を試み続けた。タリーハンタラでの防衛成功とこれらの戦闘での防衛成功でフィンランド軍はカレリア地境におけるソ連軍の進撃を止めることに成功し、前線はキビスイルタ、ティエンハーラからビープリワン、ブオクシカハンのボサルミ近郊で止まり、戦線が降着した。その後、 ラドガコ島北部で行われたイロマンツィの戦いでは、フィンランド軍は、モッティ戦術で、ソ連士団に子士団を包囲し、継戦可能であることを示した。7月12日、ソ連軍は、攻勢の停止指令を受け、残豪を掘り防衛体制に入った。ソ連軍が、前線の軍を、輸送列車で、ビープルに下げていることに、フィンランド側が気づくのには時間はかからなかった。ソ連軍は、 バグラチオン作戦への兵力移動をこれ以上遅らせるわけにはいかず、軍をエストニアへ移動させ始めたのである。この日からソ連はフィンランドとの平和交渉の準備を始めた。フィンランド側の記録ではソ連軍はおおよそ300台の戦車を失ったとしている。これらの多くは航空攻撃や近接防衛用の武器で破壊されたという。また、 120機から280機の航空機を撃ち落としたとしている。フィンランド側は8561名の兵士が行方不明、死亡などで失われたとしている。一方、ソ連側の被害は第21軍の日ごと10日ごとの戦火記録によるとは18000人から22000人を失ったとしている。死傷者の不適格性は兵力の25%が この戦闘に関与していないことから伺えるが、ソ連軍の指揮から死傷者数はもう少し少なかったと考えられる。フィンランドの通信兵この戦いでのフィンランド軍の勝利とその他の糸口戦闘での勝利は、ソ連首脳部に大きな方針転換を迫った。ソ連はこの戦いを一週間程度で終わると見込んで、いたが最終的に VKT 戦を突破することはできなかった。 ソ連軍が負けた理由はいくつか考えられる。フィンランド軍は、数軸国からの技術提供によって、ソ連軍の通信を傍受、解読できたために、あらかじめ防衛準備が整えられたこと、また、フィンランド軍は状況に合わせ迅速に防衛線に補充を送り防衛線を、固い西へに保ったことなどが理由とされる。ソ連軍は、第二次世界大戦開線以降、ドイツとの戦闘で経験を積み、 冬戦争とは比べものにならないほど戦術が向上しており、フィンランドに対して大きな戦力を集中させたが、最終的にフィンランド側の防衛戦を突破することができなかった。さらに、この戦いでフィンランド側が VKT 戦を守りきり、未だ後方のサルパ戦が無傷であったことは、ソ連の進軍計画を阻むはしかせとなった。ソ連首脳部は、 フィンランドの全域への進出は困難で、払う犠牲に見合う結果は得られないと認識した。これらの要因は、フィンランドとの講和が若干といえど難化する理由になった。一方、フィンランド側にとっても、この戦いの結果は非常に大きかった。VKT 防衛線は突破されるかという危ういところで何とか踏みとどまり、相手の損傷と増援の到着で戦線を補強することもできた。 敗北で予想される指揮の低下を防ぐことができ、さらに、ソ連軍に、フィンランドに軍を進める難しさを知らしめたと言える。さらに、西から勢いよく、迫る連合軍に焦りを感じ、ドイツ戦線に戦力を集中したい、ソ連軍の弱みをついて、より、良い立場で、講和交渉に立てる機会を得た。タリーハンタラの戦いは継続戦争で最も、重要な戦いであった。 この戦いが戦争全体の数勢を決め、冬戦争と継続戦争という二つの戦争でのソ連とフィンランドの最終的な平和交渉を導く最終結果となった。この戦いでの奮戦はフィンランドがその後も自治独立を保って生き延びる礎になった。停戦は1944年9月の7時ちょうどに行われ、24時間後両軍とも戦闘を停止した。 以来エナタラ、えなた1944、ABCDEF コスカマ、マッティ、ベイツェンタララ、1993、ISBN9510188115、ベスイソ連国防省アーカイブ、第21軍の1944年6月から7月の、死傷者記録のうち6月29日から7月10日までの10日間の、 死傷者概要の日録によると3198名の死者、363名の行方不明者、13125名の戦勝者が確認できる。10日間の統計の概要から、最初の4日間の戦勝者も見積もると、ソ連軍は22000人が戦闘行為を行えなくなったと考えられ、戦死者は4500人から5500人と見積もられる。 ソ連軍の医療統計によると戦勝者のうち6%が戦勝によって亡くなっている。しかし、これらは、この統計には含まれていない。万2年、王と、マラトフィンカクテル、ヒトラーン・サティンバージョ、1994、ISBN9513714950、ペイナッチ・スックスカス・ハット・ ABC、マンパー・ラスタス・コーカク・ラン・ヒストリアン・ラトース、ジャトカ・サダン・ヒストリア一から六 1994ありがとうございます。